皆様ごきげんよう、マナトと申します。リーアレプリカント続きをプレイしていきたいと思います。前回はデポルさんじゃないポポルさんですね、ポポルさんからクエストですね、お使いを頼まれました。薬草を3つと羊の肉を3つ。この道具屋さんに羊の肉を3つ渡すんですね。両親のない、いなくて身寄りのないニーヤ少年と妹のヨナちゃんは、もう主にこのニーヤ少年が町の人たちから頼まれるクエストとかお使いをこなすことで生計を立てているんですね。そしてうっかり違うところに行こうとしていた。バツのついているところへ。ここがニーヤ少年の暮らしている村ですね。ね、村の人たちがみんな気にかけてくれてる。そして近づくとデボロさんが歌ってるのが聞けると。このね、どこかで見たこともあるようなモーションが面白いんですよね。よし、羊を3匹。あ、いましたよ。ごめんね、羊さん。ごめんね。ごめんね、羊さん。羊さん待って。羊さん待って。と、あー、ダメだ。早い。早いよー。あ、いっぱいいました。届け。届いた。ね、このモーションとかもいいのかなっていう。もうモンスターはん、的な。そのうちお肉とかをね、上手に焼けましたって焼き始めるんじゃないかと。はい、これで言われた分は手に入りました。羊さんいっぱいいますよね。ごめんね、数は足りてるんだけど、ちょっと余分に持っといてお金にしよう。ヨナのためですから、ヨナのため。妹が病気なんです。ひたすらに傷つけて。こっち。魔物がこんなところにも。魔物。この子たちは魔物なんですね。そして日向へは出てこない。この影になったところだけをどうやら移動しているようですよ。襲ってくる様子はないですね。魔物がこんな村の近くに現れるなんて。普段はこんな近くまで来ないことを示唆していますね。12月1日、図書館に新しい本が入ったよってポポロさんが届けてくれました。木のお話でした。魔物相手だと
ぱり勝手が違うわけですね。デボルさんの歌が聞こえる。持ってきました。空前の羊肉ブームでね。おお。薬草をください。ちょっと自分で使う分も色の地図がありますね。でも今は アクロバティック。はい、村の図書館。すごく立派な作りの建物ですよね。規模も大きいし、蔵書の数がすごい数の本がたくさん。戻りました、ポポルさん。ねえ、食料不足。幼い兄弟二人が力を合わせて、デボルさんとポポルさんが遊びに来ました。お歌歌ってくれてヨナは嬉しかったです。練習してお兄ちゃんに聞いてもらうんだ。けなげ。妹のヨナちゃんがとにかくけなげ。ニーヤ少年もすごくいい子でね。なんだかもう見てて痛ましい。強く強く生きるんだよ。ただいまよな、帰ったよ。おかえりなさい。今日は何か面白いことあった？お外の世界のお話なーに？ない？えらいね、ヨナ。全部読んじゃったの。ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙？花の名前だよ。お金持ちになれるんだってさ。ヨナの好きなもの、何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。病気が治るお薬が欲しいな。おやすみよな。翌朝、じゃあ今日も行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。そうそう、昨日は図書館にね、ヨナちゃん来てたんですよ。月の涙か。月の涙でお金持ちに、お金持ちになろう。生活を楽にしよう。二人暮らし、お家があってよかった。こんにちは。こんにちは。バルニーはあるけど、大変なお仕事。大丈夫、任せて。北平原の橋が壊れている。柱が腐って落ちちゃった。うんうん、魔物が現れた。曇っていたから魔物も活動できた。心配してくれる。
今日は魔物大使がお仕事みたいです。よし、ヨナのお歌聞きたいですね。あ、本当だ、今日は曇っていますね。曇ってるので心なしか昼間でもちょっと薄暗いです。羊さんこんにちはこんにちはと言いながら突然切りつける。あ、羊毛を手に入れた。生活のためなんです。病気の妹がいるんですすごい、うわーってこっち見てるこっち見てる、ごめんごめんね、ごめんって。羊の肉、ああ、ここも橋があったのかな。あー、出た出た、魔物だ。村の近くに出たのはちっちゃいやつだったんですけど、ここに出てるのはなかなか大きいサイズで武器も持ってますね。よし、ニーヤ少年頑張るな。お、アイテムを拾った。なかなか獰猛な感じですね。よし、順調に倒した。やっと片付いた。これで当分は魔物も出てこないだろう。ミッションコンプリートです。村へ帰りましょう。ああ、しまった。また逃がしちゃった。アクロバティックにいや少年。生活がかかってるのでね、ニーヤ少年どんなことでもしてくれるんですよねただいま、ポポルさん、魔物倒してきましたよ。優しい優しいな、ポポルさん。大工さんたちが君にお礼だってヨナちゃんの美味しいものでも。わあ、こんなに。お昼にここに来たわ。聞きたいこと。外の世界の話を聞きたがっていた。熱心に村の外に出ちゃいけないってポポラさん、ナイスです。ヨナちゃん、なかなか好奇心が旺盛なタイプのようですね可愛いな。このいい感じに錆びれてる感じがねなんというか素朴ながら温かい暮らしですよねいいな。うん、ヨナがいませんよ。どこ行っちゃったんだろう。さて、どこ行ってしまったんでしょう。
見渡すけど、いないみたいだな。ね、ポポルさんに熱心にお話を聞いていたっていうことだったんですが、ポポルさん、ヨナが、うん、知らない。うちにもいないんです。お昼にここに来てすぐ出て行ったわ。月の涙が咲いている場所を聞かれた。石の神殿に昔あった話。月の涙。取りに行っちゃったのかな。お金持ちになれる。何でも治す薬も買えるか。東門から行くしかないわ。でもきっとね、ヨナちゃんはお兄ちゃんの負担を減らしてあげようとして、自分もね、病気早く治ればいいのにって。東門に行ってみよう。ことなのかなーなんて。あまり高いところから落ちると着地失敗しますね。デボルさん、ヨナが。いや。はーい。はーい。あ、猫ちゃん。猫じゃない。ワンワン、ワンワンを。お、アイテムだ。鶏の卵を手に入れた。お、何か落ちている。ヨナのリボン。ヨナ、まさか本当に石の神殿に行ったんじゃ。あらららら。ヨナちゃん、体弱いのに。早く。ヨナちゃんを探さなきゃ。これはヤギ？ヤギさん。このニーヤ世界の動物って何気に強かったりするんで、もう油断するとゲームオーバーになるぐらい本当に強いんで、隙は見せません。一気に型をつける感じで。粘土。ここ多分東街道ですね。地図買っておけばよかったな。ヤギさん。ヤギさん油断しませんよ。わわわわわ。そんなによくない。襲ってくる。いった。なんて好戦的なんだ。あ、逃げられてしまった。待ってー。道が塞がっている。くぐっていっちゃったのか。斬新なはしごの登り方をしますね、ニーヤ少年。あ、あれが石の神殿。あんなところに行っちゃったの。ヨナ、ヨナ。
あんな吊り橋怖いですよね。下が見えない。ここがある薬草をゲット。この岩は登っていけました。あ、これ戻ってきちゃってる。釣り橋怖い。中へ入っていきます。建物の中に木が生えてる。神殿というだけあって、おごそかな曲が。ヨナはどこまで行っちゃったんでしょうね。地図を手に入れた。この先は道が塞がっています。通れない。鍵がかかっている。ヨナ、どこにいるんだ。お、鍵を手に入れた。このトップビューの視点でね、この動かすっていうのをオートマタでも登場して懐かしがってましたけど、もともとはこのレプリカントのカメラワークなんですよね。独特な視点で操作する場面が何度か。こんなに狭いところに、こんなに大きな敵が。大きいのと小さいのが、大きいのと小さいのが。わわわ。よし。ちっちゃい方は比較的襲ってこない感じですね。体力が半分ぐらいになってるので薬草を使っておきます。こっちも入れる。分厚い辞典を手に入れた。
魔物がなぜ辞典なんかを鍋敷にでもしてたんでしょうかね。うん、片手剣も手に入れた。ではこの大きな扉を開けて、外に出ましたね。なんかこのカメラワークもオートマター、超大型兵器と戦った時にこんな風なカメラワークがありましたよね。この扉は打ち付けられて入れない。動かせる箱、はしごが壊れている。開かれましたね。ここでセーブポイントですね。それでは今回はここまでとさせていただきたいと思います。いやー、ヨナちゃん一人でこんなところまで入ってきて大丈夫だったんでしょうかね。早く一緒にお家に帰りたいと思います。はい、それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。それではマナトでございました。ありがとうございました。ホストのセーブポイント